はい、皆さんこんにちは、48ちゃん柴犬フィッシングチャンネル、いつもご視聴いただきありがとうございます。突然なんですが、エギのカラー選択って皆さんめちゃめちゃ迷いませんかね。今はどういうカラーがいいんだろうとかね、どんな場面どういうシチュエーションで使い分けるべきか、今回はそのカラー選択、カラーセレクトについてお話ししていこうかなと思います。で、基本的に、僕がカラー選択をする際は、下地テープを気にしていて、まあ、下地っていろいろな、色があるんですが、ね、まあ、銀テープ、金テープ、赤テープ、虹テープ。で、あとは、KM だと、グロー系ですね。まあ、基本的、メインとなってくるのは、この6種類かなってところですね。で、その6色ね、6種類っていうのが今ここにあって、まずこれが、金テープ。わかるかな？金テープですね。金テープに、シルバー。銀ですね。銀テープ。に、赤テープ。赤テープ。これもわかりやすいですね。赤テープ。で、虹ですね。これもわかりやすいかな？虹テープ。で、これが、軽ムラと、ね、透けてる軽ムラと、グロー系ですね。これはブルーグローの、カラーになるんですけど。ね。この中でいろいろ使い分けが、あるっていうところですね。で、じゃあね、一つずつ、解説していくんですが、まずはこの金テープですね。で、この金っていうのが結構オールマイティで、使用できるカラーで、で、金、ゴールドって黄色い光を反射するのにね、長けてるんですよね。なので、朝夕の、まずめの、ね、こう、太陽がオレンジ色の時だったりとか、あとは、ナイトの場合も、結構僕使うカラーで、まあ、上映灯周りが、こう、オレンジ色、ハロゲン色だったりとか、ね、周りにオレンジ、オレンジの光がある時に頻繁に、使用するカラーですね。でも、実は、新月の日、もう闇夜、真っ暗な時にも、最終兵器なんかで、投入したりするようなのが金テープですね。で、次に、銀テープですね。銀テープ。で、銀、このシルバーって、光をすべて反射するんですね。で、まあ、イメージとしては、鏡みたいなもんだと思ってもらえばいいと思います。なので、こう、晴れのね、土日中の時とか、潮、海がね、澄んでる時だったり、あとはこう、ベイトが多い時、イワシとかこう、キビナゴとか、こう、体がこう、キラキラ反射するベイトが多いなーって時に使用してますね。で、こう、金テープ、ゴールドテープとは対照的で、こう、より自然に、ナチュラルにキラキラ反射してアピールできるカラーかなって思います。で、この銀テープ、満月のナイトに使用したらいいことあるかもしれませんね。はい、次に赤テープですね。まあ、これは、まあ、ご存知赤テープ、ザ赤テープって感じなんですが、赤って光の反射がないんですよね。で、その分メリットもあって、赤って、こうシルエットがすごくはっきり出るのが赤テープなんですね。なので、水深が深い深場だったりとか、潮色、海が濁ってる時、だったり、あとは、闇夜ですね、お月様、月がない時ですね、新月の闇夜の時なんかに結構使用したりしますね。で、あとは、春の、デイのモバだったりとかでもかなり多用する、親しいカラーになってますね。で、次、虹テープですね、まあ、マーブルテープとか呼ばれたりしますけども、これはね、まあ、ほんと困った時の虹テープって感じで、良くも悪くも、どんな状況でもオールマイティに対応してくれるカラーなんで、これは初心者の方とかね、まずはこう、一本、持っておきたいって方には、おすすめの、下地テープですね。
で次に軽村ボディですね、正確には蛍光紫で軽村ですね。皆さんこれはね大好きですよね銀河の方は多分大好きだと思います。やっぱりね基本的にはこれはあのマズメの光量が少ない時とか曇りだったり、雨の、曇天の時ですねに使用するって方が多いと思うんですが、僕がね、おすすめする使用方法は満月ナイトです。結構ナイトじゃ使わないよって方いらっしゃるみたいで、ぜひね騙されたと思って満月の下で軽村しゃくってみてください。これは本当に助けてもらってます。最後になります。グロー系ですね、夜光ですね、夜に光るって書いて夜光。これはね、この液はブルーグローなんですが、グロー系って光を吸収して自分で勝手に光ってくれるんですよね。なので夜に使用するって方が多いと思うんですが、僕の場合はめっちゃデイで使います。めっちゃ、それはなんでかっていうと、海の中のね影になってる部分に入った時にそこで光ってくれるんですよね。まあ藻場とか霜り沈みね、まあ、岩とかの影に入った途端に発光するんで、まあ、アオリイカがねこう上からこう見ててホールしている時にそのね岩とかの影に入って急に発光するもんだから、アオリイカがうんってなって抱いてくるんですよ。なんで春の藻場とか、まあ、霜り周りとかですね攻める時にめっちゃ重宝してますね。それぞれのね、下地テープの説明はこのあたりにして、ここからは僕のおすすめカラーですね、おすすめカラーを厳選して、紹介して、終わりにしたいと思います。はい、1本目、はい、これケイムラブルーですね。クリンチ、エクスカウンターラトルのケイムラブルー、これめっちゃ活躍してます。今年の春とかね、これめっちゃ贅沢で、全体的にはケイムラボディなんですけども、背中部分ですね、お腹と背中部分でこれ分かるかな、分かれていて、背中部分がシルバーテープなんですよね、銀テープ。これね満月ナイトとか朝まずめとか、もちろんデイの日中とかめっちゃ活躍してくれてますね。これおすすめです。はい、その次が、これですね、エビパープル K ですね。これも、クリンチエクスカウンターラトルですね。やっぱりね、蛍光紫、軽村ボディですね、なんか紫との相性、パープルボディとの相性が良くて、本当にこれもね釣れる、カラーになってますね。これもおすすめです。次にグロー系ですね。はい、これピンクブルーグロー、これも、クリンチエクスカウンターラトルですね。これなんかデイのもちろんモバとかね、でもかなり活躍してるんですけども、めっちゃこれでよく釣ってるのが昼間の潮の釣り、回遊待ちの時になんかこれめっちゃ釣れてくれてます。おすすめ。はい、でちょっとここまとめで紹介なんですけども、これケイムラ赤エビと、グルクーン、これはね、これもねケイムラボディなんですよ、体自体は。でも背中が赤テープなんですよね。贅沢すぎるでしょこれ、めっちゃ贅沢でしょこれ。この2色これすごい、めっちゃすごいこれめっちゃすごい。なんでかって超実績カラーです。これもおすすめですね。はい、であと、これですね、困った時の2色、オレンジゴールドと、オレンジドット、これ困った時に投げますなんか最終兵器みたいな感じですね。これおすすめ。はい、まあねこの辺りですかね、ほんと一部にはなってしまうんですがね、こう全部一つずつね説明したいところではあるんですが、まあ、いくら時間があっても足らないので、まあ、今回はこの辺りにさせていただいて、まあ、これからねエギングを始める方だったりとかね、初心者の方、あとはね、こう色迷宮に入ってしまってる方なんかはね、ぜひ、ご参考いただければと思います。
またね、この後もどんどんね、こういう風な動画を、上げていくつもりではいますので、ぜひね、チャンネル登録して、お待ちください。それではまた、バイバーイ。